始まりましたよ、奥さん。はい。なんかちょっと久々の感じが。久々で、この間まとめ撮りしたから。ああ、そういうことね。やってまいりました。マイチューブですね。今日も、なんと、ゲストが来てます。本当ですか？なんか豪華ですね、最近ゲストが。嬉しいですね。はい。あ、では、じゃあ、ちょっとゲスト側の紹介を。そうですね。してもいいですか。はい、それでは、今日、お越しいただきました。意見のうさぎさんです。お願いします。なんかね、呼んでいただいて、ありがたいです。なんだ。ちょっと、お二人聞いていいですか。誰ですか。本当そうなりますよね。誰ですか。まあ、今日これ、音声だけやから、あれやけど、なんで、ビジュアルっていうか、まあ、僕は女の子って呼んでる。呼んでるとか、そういうふうに言ってるんだけど、なんつったらいいんですかね。そうなんですよね。まあ、なんか、こう、気持ちと心と体が違うみたいな。なるほど。だから、その性同一性障害に近いんですかね、いわば。だから、心は女性なんですけど、体は男性なんです。ジェンダー問題を抱えてるに近いのかな、一番例え。そうなんですよ。で、どうしてここにいるかっていうと、ちょっと今ね、歌のね、あ、そうなんです、ちょっと甘えさせてもらってるっていうか、修行してもらってるっていう。厳しくないですか。いや、優しいんですけど、逆に違うですよ。なんか言っていいですか。優しさが怖いんですよ。なんかわかります。もう毎日なんか優しいから逆にもうどうしようと思って。逆に怖いんです。そう、逆に怖いんです。そう、なんかちょっと恐怖心が逆にだからその優しさに。ああ、なるほど。うさぎさんはあれだね。多分警戒心が強いのかな。警戒心が、あ、でもそれを感じ取れるっていうことは。そうなんですよね。なんかもう、あ、でも壁がでも。人との間に作っちゃうのかもしれないです。それってさっきのごめんね、そのなんつうの、そういうのってなんていうのあれ、ジェンダー問題っていうのをまあっていうのをさ、こう人にこう説明する。難しそうで、僕も初めて今うさぎさんの口から。でも本当に難しくて、だからそのなんて言ったらいいんだろうな、その。一応お昼仕事ちょっとしてて、普通にジムの仕事してるんですけど、それももうこの姿のままで行かせてもらってて、その時にはちゃんと説明するんですよ。ジェンダー的に問題を抱えててって、気持ちは女性なんですけどって、まあ体は男性ねっていう説明をして。でも子供の頃からもう、そうなんですよね。子供の時からもう逆に男の子の格好をしたことがなくて。だからね、違和感なくこのまますくすぐ育ってきた。そうなんですよね。そのまま本当に、で友達も少ないんですけど、まあ上辺だけの友達はみんな女の子だったしっていう。でもなんかたまにあるんですよ。その女あるよ。わかりますか。そうなの。その上辺だけの女の子友達と一緒にいるときに。普通にその子たちもでも女の子として接してくれるんで、なんか今度あれみんなであれ行かないみたいな、プール行かないみたいな話になっても普通に進んでいくんですよ、話が。その間女の子同士、そう、女の子同士の中にいるから、そう、行こうよ行こうよってなってる時に、その一人がちょっと気づくんですよね。ちょっと10分後ぐらいに、あみたいな、あ、こいついけねえじゃんみたいな空気になる。お風呂入ろうぜってなって、そうまで盛り上がったのに突然ね、そう、あみたいになっちゃって、ごめんみたいな感じになっちゃうんで、だからそういうのでもなんて言えばいいんだろう、別にそのなんて、その時は多分傷ついてたんだと思うんですよ、そういうのに。自分自身がなんか友達と深く付き合うとやっぱり傷つくことも多いんだろうな、この先とか思うから、やっぱり壁を作るよ。あ、もうそうですね。でも小学校とか中学校の時はもう毎日悩んでましたもん、自分のことについて。なんかでも本当にだからなんかそのいじめとかもあんまなかったんですけど、でもやっぱりそのいじめじゃない部分で傷つくところは多かったかもしれない。人よりもなんかやっぱりその普通に周りも女の子として接してくれる時にふと、あ、違う、やっぱ違うんだみたいな扱いされた時はちょっともう悲しい瞬間が、悲しいこと結構ありました。なんか女の子同士で例えば飲みに行こうよみたいな話してて、合コン行かないみたいになってる時とかでも、みんながなんか気使うんですよ。誘った方がいいのかな、どうしようみたいな扱い。だからこっちから言うんです、あ、いいよいいよって気にしないでみたいな。なんかもううっすら聞こえてくるから、あ、気にしないでいいかなみたいな。どうする？そう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 とかも多かったから、もう一人の方がいいと思って。だからすごいさ、自分からだんだん気遣い屋さんなうさぎさんになったんだね。いや、そんなことないね。結構自己中なんで、人が喋ってる時ってバシッと自分が話しちゃったりするから。でもそれぐらいの方がいい。そうなんですよ。自己中なんでちょっと。なんかでもそういうとこがあったから、まあ、あんまり友達も浅いとか多いかもしれないですね、うん、でも恋愛とかも結構そういうのいろいろあったりとかありました。いやでもさ、もちろん対象は男性なんで、男性です、男性、男性です、もちろん。さっきなんか結構騙された的な、騙されることいっぱいありますよ。騙すってどういう風に騙すの？例えばですけど、なんか既婚者なのに相手は嘘ついてたとか、それはやだね。でその、まあ、珍しいじゃないですか、こういう人間が。そういうのが好きな人もいるんですよ、中に。だからもういろいろ遊び尽くした人たちって男性ってもう行き着く先がこういうもう自分が楽しめそうな人に行くみたいな人が多くて、ね、もう本当に好きで付き合ってたんですけど、なんかある日。なんか待ち合わせのところにいつも通り行ったら、なんか指輪してるんですよね、うん、左の薬指に、うん、え、なんだろうと思って、うん、え、それ何って言った瞬間に「あっ!」とかってパーって外し出して「うん、いやでもつけてたじゃん」ってなりますよそのことしか一日もデートしててももう頭の中にないじゃないですか。ああじゃねえよ、ああじゃねえよ、何だったんだろうと思って「え、何彼女いるの?」って聞いたら「いや本当は結婚してるんだよね」とか言われて。複雑ですよね。え、なんかその子供はって聞いたら、小学校1年生と2年生がいるっていうから、年後ね、ちょっと子供がかわいそうだから、なんか自分が休みの日を占領しちゃってるわけじゃないですか。言ったら土曜日日曜日休みだったとして、彼がその土日を自分が占領しちゃってるっていうことにすっごい罪悪感が急に出たから、もう別れようって言って。結構潔癖ですよね。そういうもう子供のことを考えちゃうんですよ。だって自分でもそれはわかる。そう、寂しかった思いがあったから、自分も小学校の時とか遊んでもらった記憶とか全くないんで、親とかに。だからなんかせめて子供に、自分の子供の頃を思い出す。そう、だから子供の自分に移しちゃうのかもしれないです。だからなんか自分に時間使われるより子供に使ってほしいなって思って。急に罪悪感が芽生え出す。てかバカなんですよ。でなんか奥さんに謝りたくなったりするんですよ。いや本当になんか奥さんになんかもう謝りたいっていう気持ちがすごい芽生えたりする。ほら子供の頃に、そうですね、小学校の時とか。そうなんですよね。お兄ちゃんとほとんど2人で。そう、お兄ちゃんと2人です。そのもう本当幼い時に親が離婚してて、しかもそれも父親が不倫して離婚したみたいな感じなのね。なんか絶対そういうのは嫌だよ。そうだよ。じゃあそこにはもうあれだよね、やっぱ潔癖になっちゃうよね。なっちゃうんですね。だから一生懸命さ、お母さん仕事してたんだよ。トラック乗ってたよね。そうか。でもね、うちに小学校2人でお兄ちゃんと2人で。ほぼ過ごしてた。そうだからお兄ちゃんはもう仲いいです、本当に。なんかさ、その1日の食費だけもらって、あ、もうそう、すごい買いに行くって話だって。ありました。お兄ちゃんが超グレた時期があって、ヤンキーになった時代が、小学校高学年ぐらいから。小学校でヤンキーなの。そう、グレ出して急に。すごいね。で中学校の時にお母さん仕事本当もう24時間行ってるような人だったんで、その時お金だけ置いていくんですよ、月の生活費だけを。じゃあこんだけでやってねみたいな感じで、その例えばまあ月に10万円ぐらい置いといてから、これで自分らでお弁当買ったりとかご飯作ってやるんだよって言われてて、で中1ぐらいで「あ、分かりました」みたいな感じじゃないですか。でお兄ちゃんはもうほんと毎日遊びに行って帰ってこないのにたまに帰ってくるんですよ。じゃあもう怖いんですよね。おい金出せみたいな。古いドラマみたいな。そう、本当にね、本当ドラマだよ。なんか「おい金出せ」って隠してるやろみたいなこと言われて、怖い超怖いで、怖いじゃん。でなんかもう力でねじ伏せられるし、暴力で。お兄ちゃん悪いんだ。もうお兄ちゃん怖すぎる。でなんかもうじゃあ3万円ぐらいだけシュッて取って、これしか渡されてないとかって嘘つくんですよ。でもな、そんなはずないって言われて、バーンって全部持っていかれるんですよ。身内にカツアゲされたことある。もう毎日されてました、中学校の時。もうびっくりですよね。笑いながら話してるけどさ、本当になんかもうそういう思い出もありますよね。でもそれをまあ終わって、じゃあもうなんか急に高校生ぐらいからはお兄ちゃん丸くなって、やっぱり反抗期だったんですよ。それはお母さんトラック乗ってるんですよ。そうだから多分お兄ちゃんなりにも寂しいことともいっぱいあったんだろうし、そのさばらしを妹にあてる。そうでもお金だけ持って行って自分遊びまくってみたいな感じだったんで、超悪かったんですよ本当に。もうでもさ、お兄ちゃんがさグレちゃうとさ、しっかりしなきゃって思ってさグレられないじゃん、こっちは。ああ、なんかね、でももうグレるる相手もいないからそう一人ポツンって部屋にずっといる。そうだよね。そうなんですよ。今これで伝わったかなえ、何が今これマジ編集はするけど人となりがああそうですね、伝わってるとありがたいですね。もう始まってるんで一つメールが来てるんで、そう恋愛相談番組なんです。その前にじゃあ番組の趣旨を言ってもらおうか。そうです、いいですよ。ちょっとオープニングの方に戻ります。はい、ですね、中村舞子の恋愛相談マイチューブはですね、私恋愛促進系シンガーである中村舞子と、はい、そして、作曲家である青木隆が、お送りしている恋愛相談番組となっております。ぜひぜひ皆さんメールください。そんな感じでね、マイチューブやっているわけなんですけど、このままお悩み相談いっちゃいますか。はい、はい、それではね、じゃあ一つ恋愛相談のメールが届いております。ですね、差出人はね、まーさんですね、はい、最近ライブでよくね、まーさん来てくれますね、はい、嬉しい。いつもありがとう。はい、まいこちゃん、たかさん、こんにちは、はい、こんにちは。11月12日のイベントお疲れ様でした、はい、こちらこそ本当に最高のステージでした。今回は恋愛相談ではないのです、うん、あ、恋愛相談じゃないんだね今回はね、うん、まいこちゃんやたかさんは今の仕事を辞めたいと思ったことありますか。自分は保育士をやっているのですが、時々辞めたいと思うことがあります。どの仕事も楽ではないし、人間関係などたくさんの悩みがあると思います。うん、子供には罪はないのに悩んでいます。うん、アドバイスいただけたら嬉しいですとのことです。なるほど。はい、辞めたいと思ったこと。うさぎさんは今の仕事はどれぐらいやってんの？いやもう3年、4年ぐらいやってますね。でも今日話してたんですよ。ここに来る途中になんか。もうやめたいなーって一緒なんですよ、かぶってるんですよ。これで話した時なんかめっちゃいい会社でもうほんと情緒パニックなんですけど、でもなんか社長さんがすごい理解してくれてて、ほんと大事にやって扱ってくれるし、もう本当にいい会社なんですけど、本当今の時期になるとね、忙しくなるんですよ。もういろいろ11月12月ってもう本当忙しくて、事務作業、事務なんですけど、事務会計とかそういうやつ、会計っていうか領収書貼りとか、そうですね、結構それに近いかもしれない。だから記入していた彼女の場合はそのまますくすくというか、もうこのね、女性のまま仕事もこのまま昼間仕事が入れるんで、彼女そのまま仕事を普通にしてるんで、だから違和感なくやれてて楽しくやってる。職場の子たちも本当仲良くて、でまあ楽しいんですけど、でも仕事が忙しすぎてやめたい、もうやだよってなる。年末に向かってるからね。でもこんな不景気な世の中仕事があるって、そうですよね。まあありがたい。もうそういうとこに行っちゃいます話は。はい、そう仕事を辞めた。青木さんはありますか？これも好きなことだからって感じですか？やめたいと思うことはないみたいな。あ、音楽ね。音楽に対しての方が多分興味あるんじゃないかな、皆さんは。僕東京来て一人やったんですよ。楽器ベース一人でやるのって寂しいやん。あ、そうですよね。で曲も大して作れへんし、バンドで来るはずが急遽来れへんなって一人になってから、えーってなって、でとりあえずでも曲作ってさ、歌も歌ってみたわけ。自分でいろんなとこレッスン、ボーカルレッスンも、すごいで撮って作って聴いて、あまりの下手さに死にたくなって、こんなに苦労してお金もかけて死にたくなって、なんか笑っちゃってすみません。でもなんかそういうあんまり下手すぎて、もうあかんわと思って、でもその時友達に相談をやめようかなって言ったら止めてくれるかなと思って、普通なんかお前まださいろいろ才能あんのにとか言ってくれるかなと思ったら、青木っつってさ、時間もお金もかけたからもったいないんじゃないって言ってたね。それって思って、そこと思って、なんか腹立ったもんでやることにした。あ、さすが。もうじゃあど根性で、そうなんか言葉を期待してる自分もいますよね。お前はさ才能あるからさやめない方がいいんじゃないみたいなこと言われる。分かります、分かります。金と時間かい。しかももったいないって発想がいいですよね。うん、で面白い。なんか逆に腹立ってやることにした。やってやろうみたいな。で前ずっとやってますわ。まいこさんはどうだよ。私自分なんかずっと進行してくれて、なんか歌手でも意外に上手いね。好きですよね。歌うのは本当ね。いやこれは難しい話なんだけどあったんですよね。あ、そう。あるんですかやっぱり。あったんです。だから今青木さんとこういう形でやり始めても3年ぐらい経ったんですけど。そうだ、その前まではまあいろいろ事務所さん転々としたり、ちょっとまあ言っていいのかわかんないけど揉めたりみたいな感じですか。もちろんそういうのも好きなんですけど、そういう話1時間とかで足りなくなってくる。そうだから騙されたりパワハラやったりいろいろあって、いやでもね、なんだろう、その16ぐらいの時から私こうやって歌の人たちと接しててやってるんですけど、それからはもうなんかもうとりあえずでもとにかく歌うのが好きだったからとにかくやってみようっていう、そのとにかくの気持ちでずっとやってきて、その中でなんかね、それの気持ちだけじゃダメなんだって気づいた瞬間があったんですよね。あ、歌うのが好きっていう気持ちだけじゃダメだっていう。それが20歳か21とかそれぐらいの年かな、2022とかその3年間の間ぐらいにすごく思ってて、一番悩んだ時期っていう感じですか。そうそうそう、それこそ、そうなんかその好きな気持ちだから、音楽を嫌いになる瞬間がすごくあって、そうなんか誰にも立ち入られない自分だけの世界だったんですよ、音楽が。ある意味そのステージ出てる時は誰にも誰の手からも逃れて自由にやれる。ああ、もう自分のもうなんか最高のなんていうか、隠れ家じゃないけどなんていうんだろうな、スペースというか、もうでも本当自分だけの本当になんか楽園みたいなもんで、それがそうじゃなくなった瞬間があって。そう、誰のために私歌ってん、誰のために歌ってんの、ここに立ってんだろうって思った瞬間がすごくその3年間多かったんですよ。なんかね、僕が10代から20歳ぐらいまでDJ でバックでやってたりしてて、その時ね、やっぱりたまにっていうか稀に、ほら身内やからさ、そんなに不本来感動しないんやけど、いい時、あ、ちょっと感動するって時があって、だけどそれはどうしてって聞いたらさ、さっき言ったみたいにステージの上だけが自由なの。それは降りるといろんな怖いことがいっぱいあるわけ。それは言えへんやけど、ステージのうちは誰も邪魔できへんやん。だけど23ぐらいの時のライブに行った時に正直ちょっとあれいまいちじゃねみたいな時があって、それは歌いながらも他のことが要は集中してないってことが、意識が違うところに飛んでしまってたっていう人から外圧が歌ってても入ってくる。前はステージだけは聖域やったのにさ、ステージまでもいらん情報が入ってきて嫌な気持ち、そのまあ辛いですよね、辛いことが入ってきて、要は集中できてへんだっていう、気持ちよく歌えなくなってしまってたっていうことですよね。その時に思ったね、もうやめようって思ってた。でも思ってたけど結局それがねできなかったんだよね。やっぱ好きだったから、それはそうなんか、あ、気づいたその時に。もう今それもずっと続いてる気持ちなんだけど、なんかだから、あ、自分にとって歌うっていうことは割り切れることじゃないってその時に確信したの。仕事として割り切れることじゃなくて、仕事じゃなくても多分歌うことは一生続けていくんだって気づけた瞬間だった。もう本当に大切なものだって分かった時がある意味やめたくもあるけど、でも逆に、あ、これが好きで大切なものなんだって気づけた時に。分かります、分かります。もう本当にしょうもない話しちゃうんですけど、私ももうじゃがりこが大好きで、本当毎日食べてたんです。本当毎日食べてたんですよ、じゃがりこを。でもうある日気づいたんですね、私やっぱじゃがりこ嫌いだわって。もうなんかもう食べ過ぎで嫌いだわと思ったんですよ。でも次の日やっぱり食べてたんですよ。あ、やっぱり私じゃがりこ好きだって気づけたのに近く、あ、ごめんなさい、なんかこうチーズ味、サラダ味、サラダとチーズどっちも好きなんですけど、でも本当の2つずつ買うんですよね、どっちも。なんか時間帯空けて昼に1個食べて夕方に1個食べてて、それを毎日してたんですよ。じゃあなんかある日にもう、あ、これはおかしいって、美味しくない、気持ち悪いとか思うようになっちゃって、じゃがりこもう嫌と思ったんだけど、次の日やっぱり食べてて、あ、私多分この先もじゃがりこ食べるんだなと思ったんですよ。それブレずに今でも食べてます。でも毎日じゃなくなっちゃったかも。でも逆になんか本当にもう3日に1回ぐらいになっちゃったかな。そっか、だから割り切るもんじゃないってね。そうだね。僕と変わるやね。だから。私のいい話はおかしな話だ。ごめんなさい、本当になんか。自分でいい話して。いやでもさ、だからまーさんはさ、やめたいってさ、思ってるっていう思った瞬間があるから多分このメールをくれたんだよね。だから子供に罪はないのにってやっぱりさ。あ、そうです。子供のことは多分まーさん大好きなんですよね。多分もう本当に子供は好きっていうの伝わります。だからやっぱ長くね。物事と接していくと悪い面ももちろんあるじゃないですか。でも人に見えない面を知るっていうか、同僚とかがね、保育士、僕知り合いがまあそんな仲良くないけど保育士の知り合いが多くて、多いんですか？結構さ大変なんですよね。あ、わかりますわかります。子供じゃなくって、人間関係とか仕組みやったり、わかりますわかります。園長先生やったり、親御さんやったり。だからね、ストレス結構たまる、で意外に給料もさ大変な割にはっていう話もたまに聞くじゃないですか。いい方ではないですよね。なんかあげるみたいな話はしてるんですけどね。ね、してるんやけどね。私もその周りに多いんですよね、保育士の友達が、地元の子が多いんですけど、本当に大変って言ってましたもんね。そのやっぱり女性しかほとんどいないですし、やっぱり長くずっと勤めてる人はもうなんておつぼね。みたいな感じでもうすごいんですね。逐一全てを見てるみたいな。でも文句言うし、あと親にも言われるし、モンスターペアレントっていうのかなが多いみたいで、やっぱりそうなんですよ。子供がなんかちょっと引っかき傷ができてるんですけど、これどういうことですかみたいな感じで言われて、でもそのやっぱり保育園の時ってできるもんじゃないですか。こけたりもするし、友達と喧嘩して引っかかれたりとかあるのにもかかわらず、それで怒られたりとかしてで言われるみたいですよ、親とかに。もうあの人は先生嫌なんでみたいな、違う人に変えてくださいとか。でもその子も辞めないっつって。ああ、どうしてんのかな。お金がないから生活のためか。なるほどな。違う。そうか。じゃあちょっと待って。ごめん、終わっちゃった。ちょっと美談にしていい、美談にしていい。あ、マイコさんお願いします。無理に美談にすること。美談にしていい。美談。もちろん人間だからさ。生活はもちろん生活のために働くっていうのは正しいことだと思うよ。正しい一つの理由だと思うんだ。そうだけどやっぱり辞めたいけど辞めれないっていう部分にやっぱりさ、好きでこの道を始めたっていうさ気持ちを感じられたから辞めないっていう人もいいんじゃないの？あ、でもそうだと思います。あのさ、もう単純に言うとさ、僕らが音楽好きっていうのと彼が保育士やりたくてやってるのとちょっと似てて、もしあやさんがなんかやりたい仕事があったら似てんやけど、でさ、僕らお笑い芸人の友達もいるじゃん。でさ、売れてなければ売れてない悩みがあるし、売れたら悩みがある。で、音楽も好きやけど作る悩みやったり、うまく作れへん悩みやったり、もし売れない悩み、売れたら落ちる悩みがあるように、何の仕事でもきっと悩みはできるよね。だからきっと彼が他の仕事やろうと悩みはできるから、確かに。だから自分で選んだんやったらやってみるのはいいかもしれんし、ただここの保育園でやるべきか他のとこ行くべきかとかいろいろあると思うよ。あ、そうですね。なんかもしれんけど、その好きな仕事をなんか単純にね、辞める辞めないっていうよりも、それは他のトラックの運転手だろうと、なんか大学教授だろうと、悩みはきっとあるんやと思う。それがだからお金なのか時間なのか、そのストレス、それをちゃんとこう考えたらいいんじゃないかなって思う。他のとこ行っても悩みはきっとあるんや。結局そうですよね、悩んじゃうことって。なんかさ、賢い人ほど、周りをよく見てる人ほど悩みが多いなって気づくの、最近。言葉言えへんしね。気づいちゃう人だからこそ、なんか言わずに踏みとどまっちゃう。さっきの話でそうことが多いから、そうだからすごくその悩みに感じてしまうことが多いんだろうなって思うから、なんて言おうかな、難しいな。悩みの原因分かってる人だからさ。これね、まあ一言で言うってなるとさ、我慢しろっていうのも簡単やけど、僕はだからやめちまえっていう、その方が楽ならば。だから僕よく真面目な話になっちゃうけど、僕一番大事にしてるのが、心が折れるのが一番ダメだと思ってるから、もうやだってなるね。ポキッと折れるのが一番怖いんで、折れるぐらいならやめちまえばいいと思う。ブレーキを自分でかける。自分で自分を守らないと誰も守ってくれへんや。だからまずやめる気にして、次の仕事を探しながら仕事するとちょっと楽じゃない？なるほどね。逃げ道を確保しながら、逃げ道を確保することかな。そう、自分なりのね。やめるにしても、いきなり全然関係ない仕事をやるんじゃないかって、今のやった仕事の延長上の業種をやるとすごくいいと思います。あ、まあそうね、近いものをやると。違う、もちろん保育園でもいいし、なんかその幼児とか子供を研究する何かとか、なんやったらさ、夢を持つわけ、保育士の苦労っていう悩みっていう本を書こうっていう目標を作る。そう思ったら今の仕事の全部の苦労がこれネタになるなと思いながら、これネタにしちゃえとか、そういうふうに思うとちょっと日々も過ごしやすくなるし、なんやったらそれを保育士の悩みのブログみたいなブログにして毎日更新してったら、いつか出版社から話来るかもしれないし、そしたら作家デビューやんっていう、なんかこう今の仕事を利用してちょっと形を変えるとか、なんかそういうやめ方を考えたりするとちょっとガス抜きができるし、希望が持てるんじゃないかなと。自分なりの逃げ道を作る。じゃあそうしようか。はい。オッケー。作るって言った後、マイマイってやるんですか。マイマイ解決みたいな。はいはい、マイマイって。私と青木さん。みんなで。せーのって言う。せーのって言うね。オッケーです。はいはい。じゃあマーさん、私たちからのアドバイスでございます。逃げ道を作る。せーの、マイマイ。イエーイ。イエーイ。はい、という感じでね、うさぎさんっていうんですけど、意見のうさぎさんをお迎えしてきた今回のマイチューブだったんですけどね、実はねまだね、はい、全部は言えない情報があるんですけど、はい、彼女とちょっといろいろね僕ら絡みがあって、来年それが報告できればすごいことになるのかなと思うんですけど、はい、なんでちょっとお楽しみにしてもらって、はい、でももう年末なんで、はい、まあ、マイチューブの今年の締めを2016年の締めですね、はいはい、いやでも私いい年だったなと、そうやね、思いました、ね、全体的に。でもなんか大体いい年だったなって思って終わることは多いんですよ。素晴らしい。そう思おうとしてるのかもしれないですけどそう怪我も病気もなく、そう今年もまあいろいろあったが、最終的にはいい年だったと常になんか終えられる感じなので、今年は特にその中でもいい年だったなと、そんな風に思います。そう、一つ一つ出来事をピックアップしても思えるので、そうですね、はい、思い出とかなんか言った方がいい。思い出、そうか。でも私大きかったのがやっぱ3曲リリースしたことじゃないですか。そうですよね。ユートピア、言えない気持ち、涙のちはれリリースしてきて分かって、やっぱリリースしないと分かんないこともあるんでですね、そこでなんか気づけたことはいっぱいありましたね。青木さんはあります？そうですね、なんか、なんやろ、ずっと僕言い続けてたこととか、なんか言ってたこと、同じことをずっと言ってて、それやっぱり同じことを言うってことは必要なことって、なんかまたあのおっさん変な同じこと言ってるみたいな、でもそれ必要なことは100回でも言うみたいな、それを一つ一つもちろん取りこぼしながら、無様な姿になりながら一つ一つ言ったことを形にしていくみたいなの1年やったのかなって。あ、なんかすごく上手に取りこぼしながらですけどね、めちゃくちゃながらですけどね、なんかさ、なんかやっぱりね、動くってことがさ大事かなって思って、だからやらないでの後悔よりやった後悔の方がいいってよく言うよね。その方がすっきりするね。そういう意味ではやった後悔もいっぱいあるし、もちろんやれなかった後悔もある。やれなかった、さっき取りこぼしたこともあるけど、そうだね、なんかあとだからすごくそのなんて言うんだろう、動いて人前にたくさん結構出た1年だなと思ったので、人前に出て人のことを知った分、自分のことをよく知れた1年でもありましたね。なんか本当になんかなんつうのこういうの、見通しがいいっていうか、そうなんかね、びっくりするんですよ。今までこんなに音楽をやって景色がよく見えたことなんかなかったんで、すごくそれが新鮮な1年でしたよ。私は自分のこともよく見つめたんじゃないですか。あるかもしれないです、それは。よく見つめ、そうだね、自分はこういう人間なんだっていうことを自分の中で言葉に置き換えられた1年だったかもしれない。なんとなく漠然と自分ってこういうことが嫌いだな、好きだなっていうのって誰しもあるけど、感覚ではね、そう、それを言葉としてなんか自分をある意味だから箇条書きにして、こういう人間なんだなっていうことを言葉として整理できた1年みたいな感じかな。結構そういう意味でこう確認し合ったり、こう話し合ったりとか、なんか本当にこう言葉を形にするとか考えを形にするとか、よくそう具現化したり具体化したりよくしてたなって、そんな一年やったような気がします。そうあとストレスがなんか少ない環境でというか、変なストレス無駄だね。そう、なるべく内側のストレスを減らし、そこでのなんか固まった力を外に向けて出すみたいな、だから外での戦いにより集中できる。そうだからさ、やっぱさ、お客さんに対してもさ、なんかいらんストレスがあってさ、歌ったりとか曲を聴かしてる状態よりさ、やっぱこっちはすっきりさこうした気持ちでさライブ臨めた方がいいに決まってるよね。お客さんに対して失礼じゃないやろうし、だって混じり気のないものが届くってことでしょ。だから常に意外にそういう環境でさできることって少ないやろうし、まあ中村さんもね、そうじゃない時もあったやろうし、そうだから渦巻いてるものを吐き出すっていうのも一つの、なんかやり方かもしれないけど、音楽として、音楽ってそういう面もあるから、でもそうじゃなく、よりこれからは私たちは私たちの中できちんとすっきりさせて、混じり気のない何か大事なものを人に伝えるっていうことをしたいなと思う。なんかそんなそれをがやるべきだっていうことに気づいたような感じがしますね。そんな2016年、ね、中村舞子、そして対日ステップレコーズ、青木隆、はい、いよいよそんな小田歩美でしたね。ちょっと来年はまた動きが、はい、ね、すごい楽しみがあると思いますんで、はい、まあ期待していただいて。はい、期待しててもらって構わないですよね、もうね。と思いますよ。何がどうなろうと私たちがやることはもう決まってるんで、それをぶれずにやっていこうかなと思います。はい、っていう感じで、じゃあ固い話になりましたけど。じゃあ2016年のマイチューブはこんな感じで終わろうかなと思いますよ、皆さん。じゃあ良いお年をマイマイで締めますか。はい。はい、ではいきますよ。せーの、良いお年を。マイマイ、また来年。好きだよ。